時時時刻は4時を回りました5月日日火曜ののアアジジジジクーータラジオアジラオ生放送の時間ですこの後5時56分までの2時間の生放送ですお相手は DJ モーリーです さあ、5月の30日というところで、なんかこう、1週間来るの早いなぁなんて思ってたんですけれども、もうあさってから6月になるんですね。早いさ <laughs> 早いなーとって本当に感じますね。あのー、あれ、1週間ってこんなだっけみたいな。あのー、まあ、 この曜日が来ると一週間の折り返しだなとか、えー、この曜日が来ると一週間で早いなとね、振り返ったりとかよくあるんですけれども、結構ね、火曜日が僕の中で火曜日と木曜日なのかな一週間早いなって思っちゃいますね。あの、週末ももちろん思うんですけども、なんかこう、週末は週末で、えー、土日休みやったーみたいな、えー、家族でどこ行こうかなとかね、えー、楽しみなことが待ってるってイメージがすごいあるので、あんまりこの、 一週間を思い出すときに区切りとしてはないんですけれども、この週が明けてからね、えー、まあ、二日経ってか、ね、火曜日とか、えー、まあ、木曜日とかね、まあ、僕の中ではですけれどもね、えー、そんなふうになりますね。えー、だんだんと沖縄も気温がね、えー、上昇している今日この頃ですけれども、えー、梅雨ではあるんですけれどもね、えー、なかなか梅雨らしい雨という雨が落ちておりません。 はい。えー、ただ、ただ、あのー、今週の、明日からか、明日以降がね、ちょっとね、予報的には、まあ、曇りだったりとかね、えー、傘のマークがついているという予報になってますので、えー、まあ、週のね、えー、まあ、真ん中の明日以降からちょっとまた雨が降ってくるかもしれませんね。はい。さあ、話変わりまして、えー、今日はあのー、まあ、打ち合わせを兼ねてね、 もう本当にね、今日2件、3件かな、打ち合わせで、ちょっとこう、あっち行ったりとか、こっち行ったりとかしていたんですけれども、あのー、名刺を交換させていただいて、あ、どうもはじめまして、DJ モーリーと言います、っていうことで、で、僕の名刺っていうのが、あの、DJ モーリーっていう名前と、あの、まあ、ギボモリっていう本名のね、両方乗っけてて、で、後ろをこう、ペコっとこうめくるとお、今僕が担当している、 担当させていただいている生放送番組だったりとか収録の番組の名前と収録の時間と曜日なんかがね、えー、こと細かく掲載されているそういった名刺を配ってはいるんですけれどもで今日はじ、まあ、めましての方で、えー、とその女性の方もあ女性の方なんですけど女性の方は、えー、と言葉をですね、えー、扱うお仕事というか。 えー、まあ、あの、いろんな人のね、あの、話を聞いたりとか、で、また、会社の方に行って、で、その人が今、どういうことをやりたいのかとか、えー、どんなことを本当は志していたのかとかですね、そういったものを、あの、書き記しながらですね、絵に描いていくっていう、そういう、あの、お仕事をされている方でえ、なので、あ やっさ、俺これがやりたかったんだなとか、えー、これで悩んでるんだなとかね、いろんなこの、まあ気がつくことができるっていう、そういうお手伝いのね、お仕事をされてる女性の方だったんですけれども、えー、あ、はじめまして DJ モーリーと言いますって言ったら、え、DJ モーニングさん <laughs> いや、DJ モーリーです。あはーみたいな話になってですね、えー、 いろいろ名前の間違えとかっていう過去あったんですけど、DJ モーニングさんって言われたの初めてで、なんかこう斬新だなと思って、あ、だったらね、午前中大丈夫だけど、午後は無理ですねとかっていうね <laughs>、話にもなったんですけれども、はい。えー、初対面の時にね、いろいろこうインパクト、印象をつけるために、記憶に留めないといけないこともたくさんあるんですけれども、今日の一コマはね、さすがにこう DJ モーニングって言われたので、 やっぱ残りますよね。はい。まあ、あの、いつかね、この番組とか、えー、違う形でもいいので、えー、その女性の方とね、あの、この言葉のお仕事、面白いなと思いましたね。世の中ね、本当にいろんな仕事があるなと思った瞬間でもありました。さあ、五、えー、5月の30日火曜日、アジクーターラジオ。今日は DJ モーリー一人のラジオとなっています。この後、5時56分までです。 もう午後ですけれどもね、今日のオープニングです。シュガーレイデー、エブリーモーニング。 アジクー,ターラジオ火曜日今日のオープニングはシュガーーレイででエブリーモーニングでしたここからはお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産株式会社ジョーシング組以上各社の提供でお送りします さあ、アジクルタラジオ。今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口 FM 小座のスタジオから DJ モーリーでお送りしていきます。まあ今日天気の予報としては曇り。まああのー、今、東の空なのかな、えー、薄い雲が動いている様子を見ているんですけれども、雨降りそうな雲、雪ではあるんだけれども、一応まだね、えー、小座上空は雨は落ちておりません。 はいいい、えー、今日の最高気温29度でございますいやー今日寒くなると思ってしまってですね、思いっきり長袖のシャツで来たんですけど、もう朝から終始もう腕まくりっていうかね、えー、シャツの袖をこうまくってる状態で、えー、この時間まで来てますけれども、いや今日暑いね、しかしね。 うんあのー、日陰なんか入るとね、えー、涼しい風も吹いてますけれども、えー、ラジオ聞いている皆さんのところではどうでしょうか。えー、今日もユーストとツイキャスの配信していますので、えー、インターネット検索エンジンで FM 講座のページがありますからね、えー、こちらからネットで聞きますからね、またネットで映像を見ることもできますので、こちらもどうぞご利用ください。さあ、今日の番組のテーマですけれども、今日のテーマは、切り替え。 はい。こちらでお送りしていきたいと思います。はい。えー、まあ、切り替えの時とか、あと、頭の切り替え、気持ちの切り替えとかね。さあ、勉強勉強ということで、えー、その辺のこう切り替えというテーマでお送りしていきたいなと思います。ラジオネームともぶんさんから、おひとりさま DJ モーニングさん、こんにちは。アジラジネームモーニングぶんです。<laughs> はい。 もう、じゃあ今日から、モーニング分で。やみひーみたいな。えー、嫁のタイヤ買い替えだからって探していたんだけど、アマゾン、タイヤ死にやすいよ。いや、がよー、行きつけのタイヤ屋さんは、取り付けだけでも4本で8000円。チャンスがやーってまくま探していたら、安いところ発見。明日、仕事の今に行けたら行こうかな。取り付けだけでも4本で8000円。 ってことは、1本2000円ぐらいか。へぇー。そんなもんなのかなちょっとこう、お高いイメージあるね。えー、モーニングさん、タイヤは6月から6%値上がりだよ。もちのン知ってたよねはい。ラジオネーム、ともぶんさんからいただきました。俺、知らなかったなセえ、6%上がる。タイヤが。はぁー。え、ってことは、例えば、 えー、タイヤ1本、まあ、1万円だとしましょう。仮にね。仮に。で、1万円の消費税だから、1万800円でいいんですかで、それのまた6%がタックあるってことかえー、これはまた1本あたりでもそうだけど、トータルかける4とかってやると、また金額がどどんと上がりますね。 まあいいろいろね、上がるのは仕方がないとは思いますけれどもじわりじわりくるよね、この毎月のね、えー、かさむときに。はい、えー、リクエストもいただきました「奥田民代」で「ガソリン・ガタリン」という曲があるんですね、えー、こちらも探していきたいと思います。はい そうななんだよ、ね、僕もねちょっとタイヤのタイヤのすり減りがちょっとこう気になるんでちょっと近々交換しないといけないなと思ってるとこですけれどもまあこのタイヤのねインチとかでまたメーカーとかでもですけどだいぶ金額って変わるよねうーん交換の費用だけでも4本で8000円でまあまあしますねうわーまあまあしょうがないけどねうんもうだって えー山がねなくなってしまうとその雨降ったりもそうだしもう言えばあの中のね金具なんかが見えてきたりとかするとバーストする恐れがありますからね車の運転自体にも危険が伴ってきますのでまあこれはもう気が付いた時にというところかもしれませんね。はいさあということで今日の番組のテーマ切り替え、こちらでお送りしていきたいと思います。 メッセージは761 at mark fmcoza.jp でお待ちしていますさあ時刻は4時15分になっています続いてはメッセージのコーナーです さあメッセーーージののの時間でですすこのコーナーは提供でお送りします沖縄タイムスの社会面の中から紹介していきますが「東京報道プラス」というところなんですが、まあ、沖縄出身なんだけれども県外の方で、ね、活躍をされているそんな方をスポットとして当てている、まあ、コーナーがあるんですが、えー、このアジラジの中でもですね、あのー、一度二度 まあ、トータルすると3回ぐらいなのかな取り上げたことがあるというか、えーまあ、夕方の5時30分からやっている保育園の、ね、コーナーがありましてでその保育園のコーナーの中にこの、まあ、今から紹介する方がです、ね、何度か、ね、歌で登場したことがありまして、はい、そのうちなんちを、ね、紹介していきたいなと思います。えー、故郷の魅力、三振で発信。 東京を中心に全国のお祭りや物産展音楽祭などに出演をしているシューベルと松田さん。メインの歌だけではなく司会でも沖縄や故郷名護の魅力を発信する日々沖縄の食べ物を題材にした楽曲を次々とリリース中でも三振をベースにしたリズミカルなお祭りソングの「サーター・アンダギーの歌」「子どもから大人まで愛される代表曲だ」 自分は三振に助けられたこれからも歌で故郷に恩返しをしていくと旋律を奏でます取材の冒頭で名前の由来を聞きました師匠と仰ぐギター,ギター漫談家のベートーベイ・スーキさんにちなみシューベルとツダとなったそうです、えー、同じ音楽家つながりという軽いノリでもちろんクラシックも全然知りませんと豪快に笑います名護高校卒業後 ミュージシャンを目指して上京したが子ども向けヒーローショーの劇団員や芸人の付き人ショーパブの司会などを目指す音楽の世界にはなかなかたど,たどり着けませんでしたそれでも23歳の時に縁があって弟子入りをしたベートーベン鈴木さんの曲を手掛けることで念願の作家デビューを果たしましたそしてコミック歌手としても次第に知名度を上げて,上げていきました しかし、地方営業で訪れたある街でステージに上がり顔が青ざめたそうです看板にはシューベルと松田ものまね賞ふ普段曲の合間に遊び心程度に入れるモノマネで公演時間が持つはずもなく会場は重い静寂当然、受けるわけもなく肩を落として舞台を後にしましたもうこの世界やめようかなと方向性を完全に見失ったそうです。 天気は36歳居酒屋でのライブで客から問われた一言沖縄出身なのに三振を引けないの、えー、上京して以降意識して沖縄食を出さなかった自分を恥じましたそれから2年間の猛練習を重ね独学で三振を習得カバー曲ではなくオリジナルを作りたいと身近な沖縄の食べ物をテーマにしたサーター・アンダギーの歌を完成させました えー、子どもでも口ずさめる歌詞とメロディーは反響を呼び、えー、自作 CD は即日完売2005年沖縄で正式にシングル化されると沖縄の保育園や小学校で子どもたちが振り付けで踊ってくれたうれしかったあの時音楽を諦めなくてよかった、えー、昨年は名護市の特産品を取り上げた「シークワサーノータをリリ、えース果実の効能を入れた歌詞は 名護市の事業 PR にも一役買っています。いつかは「名護の歌だけ」のアルバムを作りたいと目標を語っています。はい、ということで、えー、シューベルト松田さん1965年名護市の生まれ、えー、高校卒業後に上京劇団員や芸人の付き人などを経てコミックシンガーベートーベン鈴木さんに弟子入りをし、えー、電話の歌で作家デビュー。 36歳で初めて三振を手に取りシンガーソングライターとして沖縄食材をテーマにした楽曲を発表2007年にはサーター・アンダギーの日を、えー、日本記念日協会に自費で登録したこともあるそうです名護市非公認の観光大使ということですね、えー、現在シューベルと松田さん51歳の方ということでございますはい え先ほどもちらっと、ね、あの保育園のコーナーの中で何度か出てますよという話もあったんですけれどもちょうどこのサーター・アンダギーの歌なんかも、ねえー、披露されていて、えー、その保育園での子どもたちの、ね、反応がすごい良かったのを今でも、ねえー、取材させていただいて覚えておりますね、えー、現在は県外の方で、ね、活躍されているということですけれどもまた今後、ね、名護のアルバム はい、名護の歌だけのアルバムを作っていきたいというそういった目標も語っているシューベルト松田さんでございましたメッセージこのコーナーはアイレディースクーニックの提供でお送りしました。 さあ、ツイキケースでもいただいております。レナーさん、モーリーさん、こんにちは。今日も頑張ってくださいね、といただきました。はい、ありがとうございます。そして、テントウさん。普通さ、1000、あ、1万600円に8%かけない <laughs> まあま、特に違いはないけどさ、ということで。えー、先ほどのあの、タイヤがね、6%上がるという話をしたんですけれども。えー、アラ,ラガマ、アララガマサイガーさん、モーリーさん、こんにちは。はい、こんにちは。 えー、今日もツイキャスの皆さんと、そしてラジオの向こう側の皆さんからのコメントもお待ちしています。今日の番組のテーマ、切り替え。はい、こちらでお送りしていきたいと思います。えー、免許更新とかね、うん、この切り替えの時期とか、はい、えー、あなたのこう、お誕生日のね、えー、前後ぐらいで多分、あの、受付していると思いますけれども、僕はいつだった かなまあ最近切り返したばっかりだったと思うので去年ぐらいだったと思うのでもうだいぶ先になりますけどね次はねあとねそうだな一応変えたいなと思ってるのは銀行の ATM のカードなんですよねあの大、ー、体いいカードって四角じゃないですかね四角でもないなあのー、まあ一応ねカードの形があるじゃないですかあれのその 四隅ののの一つの角のところがパキッと折れてるんですよね折れてて一応は ATM 自体は通るんですけどうーん,なんかこうねあんまり良くないなぁと思いながら使ってるんで何かのタイミングでね変えたいなぁなんて思ってますけれどもねうーん、えー、皆さんの切り替えに関するメッセージをお待ちしていますメールは7 6 1 f m c o j p 七六一アットマーク fm 小座ドット jp こちらでメッセージを待ちしております。さあラジオネームワワのカオリさん、えー、モーリーさん皆さんこんにちは。タイヤって交換だけで八千円するんだ。私最近タイヤ二本ダメになっていて弟の友達の車屋さんでさ交換処分込みで九千円だったよ。 えー、車のことはあまりわからんからそんなもんだと思っていてさ交換料金って持ち込みだから高いのかねはい、はい、ラジオネームワオノカオリーさんから頂きました一応はあのー、その処分もしますよっていう込みで、えー、カウントするところもありますしそうじゃないところもあるよねでもやっぱり値段って、まあ、僕の経験上ですけどちょっと違うかなやっぱり。 うん。あの、一箇所だけじゃなくて、あのー、いろんなところ行ってもいいんじゃないのかな、なんて思いましたね。うん。まあ、でも消耗品だからね。行ってもね、タイヤもね。うん。さあ、こちら、ともぶんさん。ラジオで言ってたけど、はがきも10円アップ。バター、ビールとかも6月から値上がり。 え、持ち込みタイヤは廃棄代、高賃込みでだけど、インチによって値段変わるらしい。シが高いよね。えー、だから違うタイヤで、タイヤ屋で見つけたからさ。えー、モーリーも買い替えるなら行ってよ。教えるよ。して、切り替え。えー、なかなか引きずるタイプで、凹みまくりだけど、最近はあんまり考え、考えないようにしたら良くなったかな。えー、仕事でも毎日わじわじしたりするけど、 ラジオ投稿がストレス発散になるね、ということで、なるしね、ということで、はい、とまぶんさんからいただきました。うーん。あのー、切り替えめっちゃ上手な人いますよね。うわーこれはへこむわーってそばで見てて。だけども、次次次みたいな。本人全然意に返してないっていうかね、気にしてないみたいな。え、あれってへこまんかったとかって言っても、 あーまあ一応ちょっとへこんだけど、ああもう全然全然みたいな。<laughs> まあ精神状態だったりとかね、そのなんていうの、自己管理が多分、ね、コントロールがうまくいってるからだとは思いますけど、いや、それにしてもすごいよなって思う人たまにいますね。うん。まあ僕の後輩にもいるんですけど、全然あの、なんだろう。 えあ、もうあんなもんか「かみたいなもんですよみたいなもう払ったらパーっていなくなりますよみたいなねいやいやいやまあまあなショックな出来事だと思うけどあそうみたいなねそういうタイプの中にいますけどまあ一応人間ですからねあのー、一回へこんでそれからこう学習してからね次にっていうタイプとあのー わかりません <laughs>。で、笑って飛ばせる人もね、中にいたりとか、いろんなタイプいますからね。どちらかといえば、この校舎になりたいですけどね。ペッペレペッペッペみたいなね、そんな感じで明るくなんか、あの、引きずらないでね、跳ね返したいところですけれどもね。うん。えー、こちらも行きましょう。ラジオネーム、行天さん。えー、モーリーさん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。 え気持ちとか頭の切り替えは上手か下手かよくわからないけど仕事でミスったら、えー、寝るまで考え込んでしまうけど次の日の朝には割とそういえば昨日こんなことあったなくらいにしか思ってなかったりするなあってことあれだもう寝たら忘れるタイプだ、えー、仕事だけではなく何かしら朝からミスったら寝るまで引きずるからさ、えー、ミスるなら夜がいいはず個人的には おまあでも大体のお仕事まあもちろん職種によりますけど朝ね、えー、朝からこう仕事出てで夕方帰ってきてみたいな生活習慣だとそういうことになるのかうんいやでもいいな寝たら忘れるあそういえば昨日こんなことあったなっていうね全然こう悩んでないというかダメージ受けてないっていうことかはあ そういうやっぱり捉え方なんのかなもしかするとね。うん。僕はどうだろうな。ああ、まあでも、場合に、場合によるんかなうん、なんかこう、言われた言葉はずっとなんかうじ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 なんかこう、頭の中に、片隅にね、ポーンってこう、ずっとなんか、置いてる時もありますね。 かといって、それ悩まんといけんだろうっていうところを、パッパラパッパッパー <laughs> の時もありますからね。これでなんかちょっと、まあ自分でテーマ考えてね、発信した割には、まあどっちつかずの、えー、話になりますけれども。さあこちらも行きましょう。トマブンさん。まあこれタイヤの話ですね、えー。カオリーさん。持ち込み料金だから高いんだはず、えー、185でサイズでかいし、 普通に買うんだったら外国産で1本7000円ぐらい国産は高いよ、えー、見つけたタイヤ屋さんは国産で4本3万円でできるって言ってたからさアマゾンだと5000円であったからマジ安いアマゾンということではいまあでもあるじゃないですかね値段には理由があるんじゃないですかうんあのー、なんとなくそういうふうに思ったりもしますねうん国産だから安心だったりとか クオリティが高かかったりとか、ねまあ、でも外国のものでもおそうじゃないものも,もちろんありますけれども、あのーね、質がいいものとかねいろいろあれもこれも見てお金を出すからねやっぱりねうん高いお金を出す時って特にいろいろ吟味してから、えー、決断した方がいいかもしれませんねさあではでは曲いきましょう。トモブンさんのリクエスト奥田民代で ガソリンガタリン。 ラジオネーム、ともぶんさんからのリクエスト、奥畳をでガソリンガタリンお送りいたしました。おリクエストザースラジオでリクエストをかかったの初めてだテンション上がるさっき麦茶作りにお家帰ったのに、スイート忘れてるし。まあ、奥畳を聞けたし、切り替えて頑張るかなーあー、喉渇いたということで、ラジオネーム、ともぶんさんからいただきました。いや、嬉しいですね。ありそうでない。 なさそうであるっていうね、この FM コザのライブラリーですけれども、まああのー、ぜひラジオ聞いて皆さんもですね、えー、リクエスト、こちらでお待ちしています。761-FM コザ .jp761-FM コザ .jp でお待ちしています。あのー、たまにね、えー、これ、たやがっていう曲も流れたりはしますけれども、えー、それもね、あの一つの、はいえー、ご愛嬌ということで。 <laughs> あのカバー曲をかけた瞬間ねこれターヤがかっていうメールがく届くんですよね <laughs> 歌ってると違うから、はい、いやそんなことないですからねあのちゃんとカバー曲って言えばいいのかなるほどね1、はいえー、つ学習をいたしましたさあこちらメールいきましょうラジオネーム人工知能の夫さん ちわっす。今週金曜日から沖縄市夏季園芸生産組合の植木市が始まります。イベントモードに切り替え中の人工知能の夫です。沖縄市の上川、沖縄市農民研修センターにて、6月の2日から植木市が始まりますよ。10日間の植物の祭典。みんな遊びに来てね。ということでいただきました、えー。テーマ切り替え。最近はうまくいかないな。 仕事でも数年前までは母の日が終わったら結構ゆっくりできたんだけど最近はずっと忙しい感じ。えー、夏に向けてもガーデニングする方が増えたんだろうな。その流れに応えられるように毎年夏のお花を探して生産をしています。えー、今年はコレオプシスという植物が熱いかも。コレオプシス。えー、お近くのホームセンターで探してみてね。 えではということで、えー、人工知能の夫さんから頂きましたへえー、なんかいろいろ花はね花でもたくさんありますね本当にこれオプシスっていう名前を聞いたときに全然花の形があと色が全く浮かんでこないという <laughs> どんな系なんですかねあのユリ科とか ね、あとバラ科とか,なん,かなんかそんなのあるでしょ多分どんな系なんですかねこれね、はいえー、6月の2日からということで沖縄市の農民研修センターの方で植木市がスタートしていくようですえー、っとこちらもいきましょうかねとラジオネームうーツイケスかはいツイケスでいただきました荒まさいガわさん えー、俺は来年の12月に免許更新だな。浦添から豊崎が遠いんだよな。コンビニに車で行った時にコンビニの手前でシートベルト外したら後ろにパトカーがいて切符切られた。だから青色免許だ。えー、1時間の更新講義があるからにり。モーリーさん、ゴールド免許ということでラジオネーム荒田釜斎川さんからいただきました。はい いやー、本当はね、ゴールドと行きたいところなんですけれども、なんかちょこちょこ、ね、あのー、ダメよっていうこと言われてますね。うん。まあ、なので僕も、必なず講習受けてますね。はい。いや、次こそはって思うんですけどね。うん。やっぱりあれですね、人間あの、油断した時ですね。ほんと。何事も、ね、えー、気をつけていきましょう。 んろうかいさん私もタイヤ交換しないとなミニバン乗ってるんだけどこの前ガソリンスタンドの人から4本とも交換しないととアドバイスをされていたけどお金が、はい、あの前の、ね、タイヤだけとか、あのー、その2本ずつとかだったらなんとかね工面できそうですけど4本丸ごとっていうのはまあまあ。 まあまあしますからね、本当にね。うん。交換代。まあ、工賃。で、また、そのね、えー、いらなくなったタイヤの廃棄代。何かとね、お金がかかりますね、やっぱりね。さあ、今日の番組のテーマは、切り替えというテーマでお送りしております。えー、っと、え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 っと、こちら行こうかな。 えー、ワオのカオリーさん。えー、ともぶんさん、参考になりました。ありがとうございます。えー、テーマの切り替え。先週から、調理見習いしているさね、あ、言ってましたね。金曜日、土曜日、日曜日、デージー忙しくてから、包丁で指切るわけ。やけどするわ、あれこれやりながら、グルクン焦がすわで、へこむ暇ないくらい、切り、えー、へこむ暇ないくらい。 切り替えて作り直さないといけないからさ。えー、でもずっと旦那と一緒だから、えー、いろいろストレスが。えー、昨日ストレスマックスで友達と気分転換にさ、ゆんたくしようって LINE したら、友達風邪ひいてるって断られて、チーンって感じ。えー、大きく息吸って切り替えるしかないね。はい、ラジオネーム、わわのかおりーさんからいただきました。 やっぱりね、この新しいことにこう挑戦してるときって何かとうまくいかないですからね。うーん。あ、でもある人は言ってましたよ。人生ほとんどうまくいかない。って言ってた。<laughs> 誰だったかなここが肝心なんですけど。ね、誰が言ってたかで説得力に、おーってなりますからね。一応言ってたよ、誰かが。うん。 ままあまあ偉い人が、あのー、人生うまくいかないことがほとんどであるっていうことを言ってたうん、まあ、なので、えー、ここ最近ね起きた、まあ、うまくいかなかった出来事もそれをクリアするための必要なことであるっていうねそういう捉え方でいいんじゃないかな <laughs>、えー、めっちゃ軽いキャラになってますけれども、えー、頑張っていただきたいと思います さあ、こちらも行きましょう。ヒーフーミーさん。ハイサイ DJ モーリーアンの皆さん。昔、8ビートでアメリカに絡まれたことのあるヒーフーミーです。ごっくんちょヒーフーミーさんは、アメリカに絡まれても別に、なんていうのくていないでしょ、多分。うじないっていうか。なんか、そんなイメージ、勝手にですけどね。<laughs> 腕力では負けらんっていうイメージが非常にありますけれども。えー、タイヤはネットで購入して、知り合いのタイヤ屋に交換してもらっています。おあ、じゃ、うまい、こう、なんか使い方していらっしゃるんですね。買うのはこっち、交換はこっちっていうね。えー、してから切り替えは早い方がいい。えー、どうせ結果は変わらん。ねえ、これヤンバーよ、本当に。分かっちゃいるんですけどね。 えー、遅かれ早かれ、ことは進むし、何事も受け止め方一つで、よしよしかわるさ。えー、てなわけで、えー、リクエスト。風の遅かれ早かれ。ということで、リクエストもいただきました。うーん。そうなんだよね。あのー、例えば明日、めちゃくちゃ大切な、ね、会議があるとか、打ち合わせがあるとか、商談があるとか、えー、イベントがあるとか。 どうしよううまくいくかなとかこの何日か前からねめっちゃこの緊張が止まらなくてでそれをこう客観的に見ている人からすると「いやいやいやもう当日は明日だから今悩んでてもしょうがないやんに」っていうもうね今から何かを始めていてももう無理やんにっていう。 客観的なね、コメントとしてはあるんですけど、当の本人からすると、いやいや、分かってるんだけどな、分かってるんだけど、なんかな、みたいなね。でも結果的に、やっぱりもう、まあ、マクトゥーソー家ナンクルナインではないですけどね、一応いろいろこうやって、やって、ようやくたどり着ければいいですけどね、その気持ちにね。うん やっぱりな切り替えうまくいくときといかないときがありますね。まあそんな中で、ひーふみーさんは、まあ切り替え早い方じゃないかなということですね。まあでもその方がなんかこう、シンプルで、ね、あのー、無駄なことを考えなくていいというか、あのー、あんまりね、嫌なしはしないでいいんかなと思いますけどね。ひ <laughs>、えーふみーさん、あのー、 アメリカの話なんですけどね。いい、いい、ワンよりもギーだったよ。<laughs> はい、ありがとうございます。いやいやいや,いやまあまあまあ。えーまあ、先ほどのコレオプシスという花のね、名前がありましたけれども、えー、人工知能の夫さんから、あ、写真もいただきましたね。一見、ひまわりみたいな感じだ。 なんか、はあ、こう真ん中に何て言うのあの、オレンジとか黄色、黄色っていうか、もうチリチリが真ん中にあって、で、その周りにね、この花びらっていうんですか、トントントンとあるという。<laughs> 全く伝わらないな、これ。えとりあえず、あの、ひまわりっぽいなんか見た目ですね。うん、ちょっとこう、ひまわりに近い黄色のお花ですけどね。 えーコレオプシスは菊科、菊の菊科の植物ですよということで。えー、全然ひまわりじゃないんですね。えー、お花も菊に似ています。花色が、あ、花の色が薄い黄色、濃い黄色、白、オレンジなどいろいろあります、えー。丈夫な植物で今栽培しているコレオプシスは何年も年を越して毎年夏に花を咲かせるタイプですよということで。 人工知能の夫さんなるほどでもあんまりでも見たことないなあ,あじゃあこれあれなのか植木市とかそのなんていうの植物のねイベント開催の時なんかには出あるんだけれどもそんなにこのうんまあなんて言ったらいいんだろう一般の方がというか、えー、目になかなかねつくことってないんでしょうかねきっとねどうだろうな えー、いろんなお花がありますね。さあこちらラジオネームカルパッチョさん。えは気持ちの切り替え下手は結構つらいですね。えー、上手くなる方法ありますかということで。うんまあ僕もどっちとも言えないのであんまり言えないですけどあんまり気にしないことかもしれませんね。うん、さっきのひふみさんのねコメントにもありましたけど結果は変わらない。 いうね、悩んで無歓迎して結果が変わるんだったら無歓迎して、えー、変わらないんだったら無歓迎しない方がいいんじゃないかっていう,っていうところかもね、まあ、別のことやるっていうかね、えー、リクエストは「あじらじアジラジ,アジ,ラジみんな聞いて」のジングルをお願いします珍しいですねジングルのリクエストも来ましたがはいえー、水曜日のね おや,やん登場の時に、えー、かけてる BG というかねジングルですけれどもじゃあこのあと、えー、中国検定の勉強をしながら聞いていますああのー、以前ね、えー、ネットでその中国語の参考書でいいのかな、えー、いっぱい書いましたよというコメントがありました、えー、ジミーのマフィンを食べながら休憩中ですモーリーさんジミーのマフィンお好きですかということであありがとうございます いやもう好きですよ、あのー、ジミの、ね、このーのバイキングよく行くんですけど、あのー、ディナーが多いかな家族で、ね、行くことがあるんですけどそのお会計するときにこのケーキだったりとかクッキーだったり飴玉だったりマシュマロだったりの,そのコーナーを通るんですねで会計するときに待ってるときなんかに、ね、あクッキーがあるとか、えー、いろいろこのジミの、あのーのあれあれ、あのケーキ。 あの、ココナッツの。<laughs> 名前が出てこないですね。怖いな。ココナッツのね、ケーキがあるじゃないですか。あり。なんだったあれ。やばいな。マジでやばい。これクイズ番組だったら絶対アウトだな。あ、ジャーマンケーキ。はい、そうそうそう。それそれそれ。ジャーマンケーキがね、えー、目にメ映るんです。いつも。うーん。 えー、あという感じでしょうかねはいありがとうございましたさあではではこの辺で曲を挟んでいきましょうかえー、ラジオネームワワのかおりさん曲のリクエストということでこれザードが歌うバージョンでいいのかなえー、異邦人」というね曲のリクエストをいただきましたあありますね ではでは一曲お送りしていきたいと思います。ラジオネーム、わわのかおりーさんのリクエスト、ザードで異邦人。 さあ、4時のエンディングですが、えー、ここまでに入っているニュースをいくつか紹介していきましょう。まあ、今日の琉球新報沖縄タイムスはね、えー、宮里愛選手の、引退の、その記者会見の様子がですね、一面に結構ね、えー、デカデカと紹介されていたりとかしていますが、えー、っと、沖縄タイムスのウェブの記事ではですね、バスケットボール男子 B リーグの琉球ゴールデンキングスは、岸本隆一、えー、津山、えー、田代、渡辺、 4選手と選手契約を基本合意に達したと発表していると、まあ、いずれも契約、えー、継続になるということですね、まあ、こういったニュースだったりとかあと、まあ、こちらヤフーニュースになりますけれどもタイガー・ウッズ、えー、これちょっとショックでしたね、えー、ゴルフのタイガー・ウッズ選手がアメリカ・フロリダ州で違法運転をしたとして、えー、身柄を拘束されましたということですね。 あの飲酒運転をしたっていう、ねえー、情報がありますけれども、えー、っとそれ以外にもこちら浦添氏が市民英誉賞を受賞決定ということで、えー、浦添氏は29日世界ボクシング評議会 WBC フライ級の新王座についてた。 浦添市出身の日が大悟選手に、えー、市民栄誉賞を贈ることを決めたそうです表彰式は6月の9日午後2時から、えー、市役所ロビーで開かれていくということですねうん、あのーまあ、中にはね早いんじゃないかっていうコメントもあ,あるようですけれども、まあ、でも平中章信さん以来の、ね、世界チャンピオンですからね25年ぶりですよ いやこの平中さんが、ねあのー、敗れた試合っていうのを今でも覚えて,て、えー、まて、あ、ノックアウト、ね、されてしまったんですけどそうかそれ以来、沖縄からチャンピオンで生まれてないんだってちょっと思ったんですけどね比嘉、えー、大悟選手、現在21歳ということですね。えー「沖縄タイムズ」のウェブの記事の中から紹介をいたしました。 あの、高校総体もね、えー、沖縄県内で行われておりますけれども、先ほど、バスケットの、えー、優勝の情報が届いてきましたね。えー、バスケット、男子の優勝は港南高校、そして女子は那覇高校だったということですね。えー、全国のインターンハイも期待をしていきたいところだということです。また、5時台もこういった、えーまあ、地域の情報や、そしてここまでに入っている インターネットの情報をね、えー、お送りできたらなと思います。アジクーターラジオ今日の番組のテーマはえー、っとちょっと待ってくださいよ。<laughs> えー、今日の番組のテーマですね。ミク何だった？覚えてる？<laughs> <laughs> 切り替えです今日のテーマ切り替えでございます今ね別のこと考えて話すからねちょっと忘れちゃいましたね切り替えでございます今のね下りも皆さんちゃんと切り替えてですね、えー、5時に改めて、えー、メッセージもお待ちしていますアジクーターラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産 株式会社上信組以上を各社の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up next, さあ、5時になりました。アジクーターラジオ。5月30日火曜日の放送をお送りしています。えー、この時間お相手は DJ モーリーです。今日の番組のテーマ、切り替えです。さっきね、4時の後半で、あれっていう <laughs>、えー。散々喋ってきて、あれってね、忘れちゃう。そこだけすっぽり忘れてしまうっていうことがありましたけれども。テントウさん、えー、テーマまで忘れてる ジャーマン系、キといい。結構やばいね。笑えんかった。<laughs> はい。ねえ。何なんでしょうね、一体ね。はい。えー、まあ、切り替えというところですけれども、ぜひ皆さんのね、えー、切り替えしたいこと、または、切り替え上手じゃないんだよなとかね。うん、今、切り替えてること、えー、切り替えといけないなと思ってることは何でしょうか。はい。えー、こちら、FM 小座 メールアドレスまでメッセージをお寄せください。宛先は 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしています、あのー。今日のね、Facebook のページでも見たんですけれども、えー、っと、心を踊るっていうね、映画の、まあ、撮影が、えー、以前まで沖縄で。 まあ、ざまみじまか、行われていまして、で、それで、あの、クラウドファウンディングということで、たくさんの皆さんのね、支援で、映画のね、告知、また広報につなげていこうという動きがありましたが、あの、3月からね、このクラウドファウンディングっていうものがスタートしてですね、まあ、300万円という金額が必要だったんですけれども、まあ、この金額をね、え、ー いろんなこう方にま支援をしていただきましてで5月の30日の今日無事クラウドファウンディング達成というねニュースが飛び込んでまいりましたおめでとうございますえ300人を超える方々支援いただき感無量ですえ心から感謝申し上げます賛同していただいたただ皆様 記事拡散に協力した皆様、出演者の皆様、制作スタッフの皆様の協力でこのクラウドファンディングは成功いたしました。この資金をもとに県内のプロモーションを行います。ということで、はい、映画「心躍る」、来年の2018年かな、2018年に公開予定、これ、沖縄県内での公開は来年。 で全国公開もというところでは、えー、再来年になるんじゃないかとかねいろいろ言われているようです。はい、まあ、僕もですね、まあ、微力ながら少しのね、えーまあ、協力はさせていただきましたけれども、まあ、無事、到達に至ったということですね。はい、まあ、こういった形で沖縄の県産映画がね、えー、全国の公開と、また一つ夢が、ね、近づいてまいりました。 さあということで、えー、今日の番組のテーマ切り替えでこの5時台もメッセージをお待ちしていますではでは5時のオープニングを1曲お送りしていきましょうかとえー、ではではちょっと久しぶりの曲にはなるんですけれども、えー、懐かしい曲を挟んでいきたいなと思いますこれにいこうかな はい、えー。5時のオープニングを1曲聴いていただきたいと思います。耳のナンバーから、耳で、奇跡。 さあ5時のオープニング「ミンミン」のベストの中からね1曲お送りしました「奇跡」この放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風美里保育園の提供でお送りします。 さあ5月30日火曜日のアジクルータラジオ。今日も沖縄市中央パークアビニュー入口 FM 小座のスタジオから生放送でお送りしています。今日の番組のテーマは切り替えでございます。切り替え。まあ、切り替える。まあ、スイッチ。うん。えー、と、いろいろこう調べてみるとですね、今の状態からそれとは違うものや性質を持つ状態に変更することである。 えー、切り替えとはアナローまあスイッチのオンとオフを切り替える落ち込んでる気持ちを切り替えてやる気を出すとかね、えー、その切り替えっていういろいろなまあ使い方っていうかね、えー、あるというところですけれどもまあでもパッと浮かんでくるのが あのー、さ、切り替え切り替え、みたいな感じでね。気持ちよこうはい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 、はい、切り替えよう、みたいな。そういうイメージがなんとなく、ありますけれどもね。その点では皆さんいかがでしょうかね。えー、ラジオネーム、ともぶんさん。 おややんバージョンだったということで、だったらもう一個のもやってというね、コメントもいただきました。先ほどラジオネーム、カルパッチョさんかなえー、先ほどのジングル、うー、シりし58フィーチャリングをやゆみみたいなね、えー、ジングルがありましたけれども、そのリクエストがありました。えー、ジャーマンというね、先ほど4時台に話になりましたが、 え、ジャーマンは俺もすぐ出てこなかった。あじらじで投げっぱなしジャーマン復活させて、なくしたジングルまた作ればいいさ。はい。これね、あのー、まあ、毎週火曜日の夜9時からやっている、まあ、僕の番組がね、えー、あるんですけど、その番組の中で、誰かに質問ができるっていうね、受付の箱みたいな、そういう意味合いで、 え、じゃ、えっと、投げっぱなしジャーマンという危ないタイトル間違ってるところだった。投げっぱなしジャーマンというね、タイトルをつけて、えー、一時期コーナーをやってたんですけど、まあこれはもうディスナーさん同士だったりとか、普段ね、あの人に質問ができないことを、この番組のコーナーを通して、聞いてるか聞いてないか分からない人に、その質問を投げてみるっていうね。で、まあ稀に聞いていて、 あ、こう、こう、こうですよって答えが返ってくるっていうね。え一、ー、か八かの、そんなコーナーをやってたんですけども、それをこう、あじらじで復活させないかという提案ですね。はい。ありがとうございます。ちょっとね、あのー、ジングル作るためには、あの、モチベーションがですね。<laughs> えー、よしってこうね、スイッチ入れないといけないので、ちょっと時間がかかりますね。はい。まあ、あの、要検討ということで。 えー、さあ、昼間の奥さん。足食うたの皆さん、はい、たい。昼間の奥さんだけど、えー、モーリーさんの鼻の説明よ。ひまわりじゃないって。<laughs> いや、一見ね、ひまわりっぽいんですよ、さっきのね。あのー、どなたおしぴ、おしぴなんとか。えー、コレオプシス。<laughs> 一応調べてごらん皆さんもね、これオプシスってカタカナで検索をすると、一応、聞く、聞くからしいんですけど、何の花に似てるかなって思ったら、ついひまわりって出ちゃったんですけどね、ひまわりっぽいんだけどなまあまあまあ、えー、それ置いときまして。はあ葉野菜ないから寂しい。あるのは青いピーマン、赤いピーマン、ゴーヤ。あれ ちゃっかり宣伝してるね。そしてテーマ、切り替え。顔は笑って、心で泣いているな。気持ちを切り替えるときは、諦めたときかな。えー、るばバってる暇ないよって動くね。えー、切り替えて早く、あ、切り替えが早くて、ひじるだと言われたりするね。ああ、まあ、かっこ冷たい人ということで。なるほど。ああ、時にそう映ることもあるんかな。 え、ちょっとは、なんてう、寄り添ってくれないのみたいな、そういうことなのかなあーあるかもなー。あまりにもね、はい、はい、はいってこう、はい、切り替え、切り替えってなると、そう映るときもありますね、確かにね。あーなるほど。うん。かといってね、ああ、そうなんだーって、ずっとこの、なんていうのあのー、 ね、寄り添わられるとっていうかまあ心配してくれてるの嬉しいんだけどずっとなんかそのどん,どんよりって言ったらあれですけどねそれが残ってる場合だとえっ、ー、ってなるしでそれいい面を取り上げるとあインチュだなーって思ったりとかねするしでまた切り替えがもうパッパパッパはいはいあこれで悩んでる OK。オッケー よしこっからはもう違うことだったからはい頭切り替えてっていうねなんかこの決断が早かったりとかすると逆に時にはひじるっていう風に思えたりとか逆にねああ、そっかそっかってねポジティブに受け取れる時もありますけどね確かに難しいなこの辺なはい今日は、えー「切り替え」というテーマでお送りしております。 以前ね、えー、リクエストもいただいておりましたが、えー、ちょうどこの時間が多分、えー、このタイトルになってくるかもしれません。今日の5時のオープニングかな。えー、自慢までチルダイする。 さあ五時の二曲目でしたね。はい、もう僕がもうなんかチルタイしてる感じがしますね。えー、字間までチルタイするお送りいたしました。ラジオネーム大塚健次さん、こんばんは。お題切り替え。 えー、仕事に関しては難しいですね。飲んでる時発注もらったり世間話が仕事になったりです。えー、自分がオンでも先方は依頼の連絡だったりします。はい。これね、僕らもなんかそういう意味ではオンとオフが難しい職だなってちょっと思ったりもしますね。本当に。うん。あのー、もう本当そうなんですよね。なんかこう居酒屋とか。 まあ、ザ仕事の現場ではないところでお会いした人と、まあ、話コミュニケーションでね話をしてる時に「あだったらこんなことやります」とか「トントドーン」って話がいったりとかそこで生まれてくるっていうのもありますからねやっぱりねやっぱりこのサラリーマンとちょっと違うお仕事の人は意外とこのオンとオフ切り替えるっていうところが。 ちょっとこう、難しくなってくるかもしれませんね。うん。できればね、えー、仕事の時はこれを着て、で、会社に行って、で、会社にいる時はもう仕事のことだけを考えて、みたいな。で、仕事から帰ると、もう、まだ洋服を着替えて、で、えー、一切仕事のこと考えない、みたいなね。そういうなんかオンオフがきっちりできてるといいなと思いますけれども、なかなかやっぱりこの辺難しいな。 そうなんですよね、えー、だ僕もラジオのことを多分ずっと頭の中で考えてるんで寝ても覚めてもっていう感じなんですよね。なので、はい、もしかすると長だらだらというかさもうちゃんとメリハリをちゃんとつけることを、まあ、今後考えていかないといけないなと思いますねやっぱりね。 あのー、まあ、ずっと前から言ってるんですけど、あのー、ロッククライミングっていうんですかね、えー、まあ、屋内でできるやつとかも結構あるので、えー、そういったものをちょっとこうやれたらなと思っているんですけど、それもなんかこう、取材できないかなっていう頭に切り替わったりとか、結果的になんやかんやなんか、趣味でね、オンとオフのオフをやろうと思ってるんだけれども、なんかもう体の何て言うんだろう、体質的にというか、 もうすぐこう仕事にイコールになっちゃうところがあってですね。あんまりこれも良くないのかなうーん。うまくね、その辺自分で管理がね、できてたらいいなと思うんですけども、難しいなと思いますね。えー、今日の番組のテーマ、切り替え。こちらでメッセージをお待ちしています。メールは761アットマーク、fmcoza.jp 七六一アットマーク fm こざドット jp でお待ちしています。さあ一曲お届けした後はこの後は子供たちのコーナー未来課内の時間です。 さあ5時台3曲目はウルフルズで笑えればお送りいたしましたさあ時刻はもう間もなく5時31分になります子どもたちのコーナー未来家内の時間ですカフー未来保,保育園プレゼン,ツレゼンツ未来家内 さあ今日もやってきました子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園花風美里保育園の提供でお送りいたしますさあ今週1週間は沖縄市東原にあります道代保育園の子どもたちを紹介していきたいと思います、えー、昨日 朝の、ねえー、時間帯に取材をさせていただきましてそちらで元気な子どもたちの歌声とそして、えー「週末どこ行ってきたんですか?」という、ね、保育士さんの質問に対して元気に答えてる、えー、子どもたちの声を拾ってきましたので今日も聞いていただきたいと思います。 さえーちょっと待ってくださいねえーと昨日の、まあ、朝の回のね、えー、9時30分ぐらいに、まあ、取材に行かせていただいてですねそこで、えー、子どもたちと、まあ、ちょっとしたねちょっとしたこうタクというかねあの僕もインタビューなんか行ったんですけどちょうどあのー、自由時間というか、えー、プレールームというね、えーまあ、入学式やったりとか卒園式やったりとか あとお誕生日会やったりとかする広いこうスペースがあるんですけどもそのスペースでえー子供たちこうみんな集まってですねえ積み木でえまあジェンガみたいな感じで一つのこの積み木をこのどん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 ねあの積んでいって縦にあのビルみたいな感じでどんどんこう積んでいくうそういうお子さんもいればまあこれ男の子とね女の子をだいぶこうその作るものが近かったんですけど 女の子の場合は小さなお家みたいなあのー、えっとねリカちゃん人形とかそういう,こう人形がスポット入りそうなちょっとこうあの小さいえお家を作ってみたりとかでそのお家のお庭を作ってみたりとか結構こうエリアがねすごいこうなんだろう小さく作られていたんですけど 男の子にちょっと目線を向けてみるとえー、こ何作ってるんだろうなって思うぐらい大きなこう城壁をこう作っていて「こ何作ってるの?」って聞いたら「船だよ」っていうことで、えー、その船なんですけどその船の船を上からこうファッて、まあ、僕の1 8 2センチの高さから見てみると、まあ、偶然できたらしいんですけどねハート型に上から見るとこの壁がこう出来上がっていて。 で高さを、ね、あの積み上げたものだから子供もたちも、あのー、出れなくなって困ってるっていうシーンも、ね、あったりとかもしていたんですけどだいぶ男の子と女の子でその積み木の作り方何を作るのかっていうのが全然違うんだなとちょっと驚きましたね、うん。なんかこういうやっぱり性格の違いというか、えーまあ、性格とはちょっと違うかもしれませんけどなんかこう特徴があるって言ってましたね。 えー、その様子を音声で聞いていただきたいんですけれども、ちょっとですね、今、不具合が起きておりましてと、と、えー、なかなか流れなくなっておりますね、流れるかな、いけるかな、えー、いけないかな、うん、いけないかもしれませんね。はい えー、大変失礼いたしました、また明日のこの時間にです、ねえー、子どもたちの元気な声を紹介していきたいなと思います。でえー、5月の31日、明日はですね、えー、花ミサト、そして道小保育園それぞれで、えー、ファミリーデーということで、あのーまあ、母の日、また父の日ではなくお家で待っている家族に向けての一、ね、日ということで。 えー、子どもたちもですねそのファミリーレーに向けた制作をして、えー、それをプレゼントしていくということですね。えー、先週、カフーミサトの子どもたちにファミリーレー何にするのと聞いたところかいわれを作っていると、えー、先週にも、ね、お話をしたんですけれども透明の紙コップがあってでそのコップの中に、えー、水分を含んだねだし麺を入れて。 でそのし面の上にか、えー、貝割れの,の種をねパッ,パッパッとこう巻いてでそれからしばらく4日5日経過する頃には、まあ、僕ら普段ね見ている大きさの貝割れにそ育っていたということでございましてでその貝割れの成長をそのまま、えー、この紙コップの中に育ち育てましてで、えー、それを明日、えー、31日に。 お父さんお母さんまたはねご家族にプレゼントというそういったね一日もあるようですねまた今週は三道塩保育園の子どもたちの中でもえいろんなこう授業がありますからねその授業の様子もお伝えできたらいいなと思います未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道塩保育園花風美里保育園の提供でお送りしました さあ5時の4曲目はですね、ナルバリッチというアーティストの It's Who We Are をお送りいたしました。なんかこう、マルンファイブだったり、サチモスだったりとか、ちょっとジャミロク愛をね、思わさせるような,なんか楽曲というかね、えー、アーティストなんですけど、2017年、あのー、まあ、これから、まあ、どんどんね、売れていくだろうって言われている、ナルバリッチというね、アーティスト。えー いろいろ調べてみたらギターキーボードドラムベースの、まあ、5ピースっていうんですかね5ピースバンドだということで、えーまあ、メンバーをちょっとねいろいろ調べてみるとボーカルさんは JQ さんという方なのかなの方がいてでその方以外は固定されてないっていうことらしいですよね。 なので曲によってまたメンバー構成も変わったりとかその人数もね、えー、大きく変動するということらしいですねまあインターネット検索エンジン等で「ナルバリッジで検索をすると出てくると思いますからね結構ねかっこいい音楽があって、まあ、先ほどのねクールな曲なんかも結構あるんですけどもまあ興味があれば、えー、こういった曲もねチェックしてみてください最近ねやっぱりこの辺の何て言うんですか日本人のランキングなんかもね うわ全然わからなくなってきたなとかねもういつから止まってるかなとかやっぱありますからね、まあ、たまにはこの「あじあじ」の中でもその最新のヒットチャート的なね曲のチョイスもできたらいいななんて思いますねさあ今日の番組のテーマは「切り替え」です。さん、えー、仕事の切り替え早めだったから 早かったから、いろんな仕事ができたかもな、いろんな職種ができたかもな、ということでいただいております。あと、ビールから島への切り替え、最近早くなっている。はい。まあ、とりあえず、えー、7時に着いて、8時までは、まあ、ビールだけれども、その後のこう島の注文が早いと。いうことですね。なるほど。やっぱり、あれなのかなあの、とりあえずビールっていうのが、ね、 最初なんですかね。まあ、それかこう、入店の直後、やっぱ安いからとか、なんでしょうかね。まあ、まず僕、お酒飲まないから、その時点で今日のテーマ的にいくとね、ビールかシマへの切り替えという企業では、出てこなかったでしょうね、多分ね。えー、荒川西川さん、飲み会の日、仕事しながら頭の中で仕事モードから飲み会モードに切り替えるのはめっちゃ早い。 えー、仕事しながら頭の中で仕事モードから飲み会モードに、えー、切り替えるのがめっちゃ早いなるほど <laughs> これはいいことなんですよね多分ねあえー、切り替えね難しいよね一応ね、うん、どう捉えるかでこの切り替えのスピードってね変わってくるんじゃないかなと思いますね さん先ほどのビールからマまへの切り替えが早くなったという話ですけれども値段関係なくとりあえずはビールおーまずはこうビールで、えー、キンキンに冷えたジョッキーにね、えー、美味しいこうビールを飲んでそれからってことですねこれから飲むぞというスイッチが入るっていうことがなるほど僕もねお酒自体は飲めないですけどやっぱりこの ビールの一杯目は、なんとなく、うん、お酒飲めないんだけど、美味しいなっていうのは、思ってます、一応は。苦いなって思うんだけど、なんだろう、あの、ね、飲み始めのこの一杯っていうのは、いいなって思いますね。まあ僕はその一杯でね、だいぶ酔うっていうのがありますけども。えー、ラジオネーム、昼間の奥さん。だったね、ジママ、リクエストありがとうね。 20日ぐらい待ってチるだいさえそんなにまたしてました、えー、寝ても覚めてもラジオを考えているその割にはミークーに聞けてよかったさ私は基本一人だからよはい昼間の奥さんから頂い,いておりますねそうだねあのやうえさんでお一人でね、えー、ラジオ BGM に頑張ってますからねそっかお客さんが そうか、お客さんとユンタクするってことがそうなるとね。ああ。まあ、言ったらね、ラジオもそういう意味では、まあ、コミュニティ特にですけどね、あの、一人でやってることが多いので、えデ、ー、ィスナーからのメールが来なかったらってことを考えたら、ねえ、これ相当怖いですから、もうほとんど、なんていうのドゥーチュアビーというか、まあ、聞いてる人はいるんだろうけど、その、聞いてるか聞いてないかの、 確認ってね、できないので、それはもうメールでの反応しかね、なかなかカウントできないというか、まあそういう時代もね、もちろん、このアジクウタラジオ、11年目に突入してますけども、過去には何回もありましたからね、うん今ではね、ありがたいことに毎日届く、ね、そんな感じになってますけども、えー、っとね、こちらもいきましょう、ちょっとニュースなんですけど、まあ、昨日の話題なんですがね、 えー、インディアナポリス・モーター・スピードウェイ5月の28日に開催された第101回インディアナポリス500マイルレースインディ500で日本人初の優勝を飾った佐藤拓磨の賞金獲得総額が2億7267万円となると発表しました。 え101回の伝統を誇るインディ500は世界三大レースにも数えられており、アメリカ国内でも大きなイベント、その賞金も非常に高額なことで知られています。エリオ・カストロ・ネペスの追撃を0.2011秒差で交わした、かわし見事に日本人初優勝を飾ったタクマ。この勝利によって2億7200万円の 巨額の賞金を手にすることになったそうですすごいですねこれねえー、このインディ500ではデ、えー、ードラップを1周奪うごとに賞金が与えられるなどさまざまな賞金があるが2位のカストロ・ネペスは、えー、8548万円を獲得っていうことなんですねえー、っとね1位と2位のこの金額差っていうのが まあ約2億円ぐらい違うってことか、まあ、そんな中でね、えー、日本人初優勝を飾ったということですねこれはもう歴史的快挙ということで、えー、昨日からね駆け巡っておりますけれども、えー、今日のインターネットヤフーニュースの中から紹介をいたしましたさあいろんなニュースもありますが。 えー、あなるほどあ、もうエンディングの時間ですねラジオネーム「昼間の奥さん」からリクエストも頂い,いておりますのでその曲をじゃあ聞きながらこの火曜日の、ね「アジクーターラジオ」はお別れといきましょうかさあ水曜日明日はですね明日の水曜日は大家美が登場する「ジクーターラジオ」となっていますので明日もね、えー、引き続き「FM コ座761」でお楽しみいただきたいなと思います もうね、もう明日水曜日ですから、まあオープニングでも話をしたんですけど、1週間が本当に早いなーってちょっと思ってますね。まあ、なので、一日一日、ね、一瞬一瞬、ちょっと大事にしていきたいところですね。えー、っと、これは、昼間の奥さんのリクエスト、ちょっとね、今、探し中でございます。もうしばらく曲がかかるまでお待ちいただきたいと思います。 あるかなちょっとね、今、スーパーコンピューターで検索をかけている途中になっていますので、もうちょっとね、待ってみてください。はいえー、ツイ追 u スでもいただきました、えー、佐藤拓磨の優勝をディスった記者はクビになったらしいね、えー、ディスるっていう、ちょっとね、また水を差すことになりますね、こんなニュースをね。 あーなんかこう言わそうとしたりとかねその記者がさなんかこういうのが「あのー、えこれってちょっと言わそうとしてない?」とかそういうのが見えちゃうとなんかもうなんか引いてしまうというか、うん、なんかこうせっかくね、えー、お祝いムードの中すごいこう水を誘すんじゃないかなと思ったりもしますけどね。あそんんなことあったんだ さあちょっとね、ドリームスカムトゥルーの曲がないかな、ちょっと待ってくださいね。なかなかリクエストがね、えー、探せずにいますけれども。アジクーターラジオ、この放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園。 花風三里保育園の提供で今日もお届けいたしました。さあ、この後の番組、なおちゃん、ようちゃんの愉快な不動産屋さんも夕方6時からね、えー、今日も生放送ですので、この後もダイヤルは FM 小座761でお楽しみください。さあ、ではではエンディングの曲を おかけしてお別れといきたいですけれどもちょっとね昼間の奥さんのリクエストがなさそうなので代わりの曲をお送りして今日はお別れといきましょうエンディングの曲は「ドリームスカムトゥルでメガネ越しの空」えー、ひフふみーさんから「今日もお疲れ様でした」そしてジャビオさんから「明日は水曜日」シェイキーは「金曜日」の「マジックは大丈夫やがや」ということでいただきました <laughs> はいありがとうございますね,ね金曜日楽しみですねマジック本当にやってくれるんでしょうかさあということで流れてきましたちょっと1分弱のね、えー、短い時間しか流せませんが最後まで聴いてください「アジクーターラジオ」お相手は DJ モーリーでしたそれでは皆さんまた明日